ヤロスラフ・フセボロドビチは、フセボロド3世の子、母は、チェコ公女、マリア。キエフ大公としては、ヤロスラフ3世と数えられる。ペレアスラブリザレスキーで生まれる。ペレアスラブリ公、ノブゴロド公、キエフ大公を歴任。兄ユーリー2世の死後、ウラジーミル大公。ヤロスラフは1205年頃に、 クマン族の藩であるユーリー・コンチャーコビチの娘と最初の結婚をした。この日はキプチャク族の血を引いており、トルコ系の高戦的な遊牧民との同盟を構築するためであった。彼はその後、1214年にノブゴロドコムスチスラフとクマンのクンシコチャンハンの娘との間に生まれたロスチスラバと再婚したが、2年後には離別している。1218年、 ヤロスラフは、リャザンのイーゴリ・グレボビチ公使の娘、フェオドシアを三度目の妻に迎えた。彼女の父イーゴリ・グレボビチは、リャザン大公、グレプロスティスラビチの次男で、母アガフィアは、ロスティスラフ一世の娘である。彼女との間には少なくとも十二人の子供を設けた。山内進北の十字軍 P148。ありがとうございます。